まだまだ厳しい残暑が続いていますが、あさってからはもう9月に入りますね。早いですね。県内でも秋を感じる光景が徐々に広がり始めています。こちら久万高原町ではリンゴ狩りが始まっています。ただ今年は暑さでリンゴに異変が起きているんです。山々に稲穂が生え、秋の景色が広がり始めた久万高原町。こちらの青木農園では今月からリンゴ狩りが始まりました。せっかくなんでね、買っていただきます。いただきます。みずみずしい、おいしい。農園の自慢は今収穫の時期を迎えた早生品種の津軽。こちら、ただこの秋の味覚リンゴに今年は異変が起きていました。あ、本当だ、下に落ちてる。あれですね、結構下に地面に結構リンゴ落ちてますけど。そうです、はい、もう今年はこういう状態でたくさん落ちてるんで、はい、困ってます。先週から地面に落ち始めた津軽、木に残ったのは全体のわずか1割ほどだといいます。どうしてですか？やっぱし暑かったりとか、自分の木の水分が足らなくなったら、結局実を持っとったらその方に水分取られるから、実を落として自分の体に水分回すとか。青木さんによると原因は異常な暑さ。リンゴの生育が進む8月、久万高原町久万の平均気温は平年だと 24.5 度ですが、今年は昨日までで 25.2 度と 0.7 度上昇しています。例えば下に落ちたリンゴに上からリンゴが落ちるとこんな感じで、ここが煮えてここから腐り始める。あ、なるほど。こうした一部が茶色く変色したリンゴなどは、ものによっては商品にならないことも。産直市やスーパーへの出荷量も去年より2割ほど減り、今年の1キロあたりの価格は半額以下に値下げしました。どうですか、この現状というか。そうですね、辛いですね。異常気象なら異常気象なりの管理を覚えていかないといけないいうことです。気象台によると四国地方は今後1ヶ月も暖かい空気に覆われやすいため、気温は高い予想に。厳しい残暑はまだしばらく続きそうです。